皆さんこんにちは、糸作チャンネルです。今日は編み物ではなくて、私のこの編み物をしながらの撮影環境がちょっと変わりましたよというお知らせを、したいと思います。これが役に立つかどうかはちょっとわからないんですけれども、もしね、これから撮影をしていきたいなと思う方の何か参考になれば幸いです。で、何が変わったかと言いますと、カメラが思いっきり変わりました。で、そして今こちらのような感じで左右からライトを当てて、光量もそんなに不足がない感じにはなっていますね。はい、2箇所から当てています。で、さらに天井からは普通の電球もあります。天井の電球はあまり関係ないっちゃ関係ないかな。はい、で、そしてこの向かって右側のこれリングライトなんですけど、卓上用のリングライトで、さらに、この横のこのレバーがこうあって、で、その先端にあるのは、これはこうスマホをこう、なんて言うんでしょうか、ホールドするものですね。動画撮影の時にはスマホを私はここに引っ掛けるんですけれども、あとはライブ配信の時にはここに GoPro を、無理やり、つけて、で、ちょっとテープで固定したりして、そういうふうに使っておりました。だから軽いものしかこう補助できないんですね。はい、なのでなかなか厳しいものがありました。で、そしてこのちょっとこっち側にこう段ボールが見えちゃってるからあんまり見せたくないんですけど、このピンクのミニ三脚ですね。これは私が動画を撮り始めた最初の頃、だから9年前とかそのぐらいですね、9年前10年前に、初めてその動画撮影をした時の三脚です。で、これ今足は短くなってますけど、80センチぐらい伸びるのかな、80センチ。で、ミニはミニなので、ちょっとね、心もとないです。でもすごく安く買って、その当時は結構使っていました。はい、で、これにミラーレス一眼とか、当時使っていたコンパクトデジタルカメラなどをここに取り付けていました。はい、で、今はほとんど使っていないです。はい、で、そしてカメラがこちらです。後で詳しくご紹介しますけど、新しく買ったカメラです。ソニーの ZV-1、いろいろこちゃこちゃとオプションをつけています。で、そしてそれを支えているのがこの俯瞰用の三脚ですね。ライトが眩しくてすいません。この俯瞰撮影用にもできる三脚です。もちろん普通の三脚としても使えるんですけど、高さがね、1m80ぐらい伸びるかな、俯瞰用でなければ。はい、で、俯瞰撮影用でも結構伸びます。こんな感じになっています。はい、で、このライトがちょっとね、結構眩しすぎてこの左右のね、光量のバランスがちょっといまいち悪いんですよね。だから右側のがちょっと弱いので、左側を抑えめにしておいてちょうどいい感じになっています。だからもうちょっと右側の光量が強いやつが欲しいです。右側のが、これがマックスなんですね。で、撮影してる時にはもう眩しいくらいで、もういいんじゃないのって思うんですけど、やはり、撮影したものを見てみるとちょっとね、やっぱり少し暗さが出ます。だから編集してちょっとこう光量を上げないとやっぱりダメですね。だからもうちょっと光量が、
強いものが今後欲しいかなとは思っています。はい。で、そして、まあ、ライブ配信とかするときには、こういう感じで、これが、ちょっと暗いですけど、手前が、これが HDMI ですね。で、それが、こういう感じで、パソコンに、これですね。つながっています。で、これが変換のやつですね。はい。で、そのままパソコンにつながっています。で、そして、真ん中のこれがバッテリーの電源ですね。はい。で、それはそのまま、こちらにつながっています。でもちょっとこれね、このコードが付属でついてたやつで短いので、ちょっと長いのが欲しいかなという感じです。で、一番この右側の奥側のこれがマイクです。で、マイクは別マイクで買いました。はい。こういう感じになっています。はい。で、実際に、真上から俯瞰撮影しているのを、さらに上から iPhone でちょっと今撮ってみました。こういう感じに映ります。まあ、ほぼほぼ真上からなので、画像的にはいいものが撮れるんじゃないかなと思います。カメラを、iPhone を今度さっきの卓上のこのスタンドの方にセットして、で、今この机の上にソニーのこちらの、カメラを並べてみました。で、俯瞰用の三脚はここにはちょっとね大きすぎて置けないので、今別個に横にしてるんですけれども、今回ちょっとこう購入してみたのはこちらです。で、このソニーの ZV-1 というこのコンデジという言われているこのカメラなんですけど、ちょっと今これこの余計なものがちょっともう取り付けちゃっているんですけれども、本体はこの L 型のこのホルダー以外がこのカメラの本体になっています。で、1年ちょっと前ぐらいにこれが発売された時に、結構他の YouTuber さんがこれをこういろいろね教えてくださっているので、詳しいことを知りたいっていう方はそちらを見ていただければいいんじゃないかなと思いますけど、まあ私のこれが誰のどなたの役に立つのかはちょっと分かりませんが、まあ手作り系の、まあ、特にもうニッチな編み物系とかね、そういう動画を作られる方のなんか参考になればいいかなと思って、動画として今まとめています。 ZV-1 というこちらのソニーのこのカメラ、コンパクトデジタルカメラなので、レンズは固定です。取り外しができない、シンプルなカメラなんですね。これの何がすごくこうみんなに好まれたかというと、この主にこれ Vlog 撮影がに向いているというそういうカメラなんですね。で、もっと言うと YouTuber 専用カメラみたいな、なんかそういう機能が結構ちゃんと充実したカメラとなっています。だから発売された時におーいいなーと思ったんですけど、ちょっと私は1年ぐらい見送っておりましたが、今回初めて買ってみました。というのも今まで撮影は、この iPhone あるいは、ライブ配信の時には GoPro 8を使っていたんですけれども、 GoPro っていうのは基本的にアクションカメラだから、こう外でねアクティブな撮影をするときに、向いてる。で、広角撮影もできるし、とってもこういい感じなんですね。あとこう変にこうブレたりもあんまりしないし。だけど私基本的にこの机の上で、こうちまちまと撮影することが多いから、あんまり GoPro の良さをこう生かしきれてなかった。で、さらにそのメンバーシップでライブ配信をするときに、どうも GoPro はやっぱり熱を持ちすぎてしまって、ちょっと夏とか危険だったんですね。で、それでパソコンも買い替えなきゃっていうのはあったけれども、カメラをこの際、ちょっと買い替えてみました。それがこちらです。
で、まあ、機能としてはいろいろあるんですけれども、特に特化したこの機能として商品レビュー、よくあの YouTuber さんが商品レビューでこう何か商品を自分の顔の前にポンと出した時に、その手でこう自分の顔を目を隠して、でこう商品をポンと出したりすると、そこにこうちゃんとこうフォーカスされるっていう、そういう感じで捉えて結構苦労されてる方が多いと思うんですけど、その商品レビューでいちいち顔を隠さなくても自分の体より前にその商品を持ってくると、そこにフォーカスされるという、そういう機能があの結構特徴的ですね。でそれと背景ボケ切り替えっていうのもあって、で、まあ、これは自撮りをするときに結構使えるみたいなんですけど、ボケとくっきりを切り替えられるスイッチが簡単で、でまあそれがすごくいいよと。だから Vlog 撮影でそういうのがこうとてもいいですよっていうのが、まあ、特徴かなと思いますね。まあ、あとソニーのこのカメラレンズを使っているので色が綺麗です。特にこの逆光とか暗いところでも、まあ、それなりに明るくで、人物の肌の色が特に綺麗に出るんじゃないかなと思います。であとね、やっぱりねソニーですから、天下のソニーですから音が素晴らしい。で今回私マイクを買っちゃったんですけど、別にこのマイクなしでもここにこの内蔵マイクがあるんですが、もうこれでももうほとんど十分かなという感じではあります。だけどあの私はちょっとマイクを別に欲しかったので今回ねちょっと購入しました。カメラ単体でももちろん売っているけれども、私はこのシューティンググリップセットって言って、カメラとこのシューティンググリップがセットになっているものを今回買いました。でまあシューティンググリップはだからまあ自撮りですよね。だから自撮りは私ほとんどしないので、まあいらないかなとも思ったけれども、これミニ三脚になるんですね。こういう感じでミニ三脚、まあ、だから手元でこうちょっとこうなんていうの、さっきの俯瞰撮影用のあの大きい三脚を出すまでもないっていう時にまあ使えるかなと思って、これもセットのものにしました。でまあでもこれあると便利かな。旅行の時なんかにやはり風景撮ったりとか自撮りをする、まあ自撮りはあんまないけどする時なんかにこの手元でこうスイッチが切り替えられるのでね、便利じゃないかなとは思いますが、まだこれはね使ってはいないです。はい、でもちろんこれあの Bluetooth で連動するようになっています。はい、でそしてね、今もうここに取り付けてしまっているんですけど、これネジで、まあ、ネジだからすぐ取れるんですが、あのこのハンドグリップ、このソニーの、VlogCAM ZV-1 のこのカメラ専用のこのハンドグリップというのを別口で買いました。これは3000円ぐらいだったと思うんですけど、で中国からの発送だったのでちょっと心配ではあったんですけど、ちゃんとすごいしっかりしています。ぴったりです。で、これがないとやっぱりちょっとこう持つところが少し不安ではあったんですね。なので、そのしっかりこうホールドできるっていうところと、あと最大に必要だったのがこのグリップなしに三脚とかに設置してしまうと、ここのバッテリー交換がこうできないんですね。いちいち外さないとできない。だけれどもこのホルダーをここにかますことによって、このなんて言うんでしょうか、そのままここのバッテリーのこの蓋が開いて、いちいちこうなんて言うの、外さなくても取り替えができると、こういう感じで、だからすごい便利かなと思って、これはあった方がいいかなと思って買いました。はい、あで SD は一応家にあるものを使いましたですね。で、このホルダー止めてるのはここのネジ1箇所だけなんですね。1箇所だからそれもちょっと不安だったんですけど、まあでも大丈夫です。結構がっちりしてますね。
あとこのバッテリーが本体の方に1個付属で付いていたのと、シューティンググリップを買ったことで、セットで買ったことでもう1個おまけで付いてました。もう1個おまけで、はい、だからこの時点でバッテリーは2つあって、まあそれでまあ十分といえば十分なんですが、私はちょっと心もとないのが嫌なので、もう一個別に、これはソニーのショップから直接買いました。これはだから付属ではなくて、このバッテリーチャージャーですね、電源差し込んで、でそしてこのバッテリー、これが一個ついていて、でここに充電できると、一個ずつしか充電できないやつなんですけど、まあ、これがあるとすごく便利かなと思いました。でこれはちなみにこの X って書いてあるバッテリーを使っているカメラなんだけれども、 X 以外に G も充電できるみたいですね。だから他のカメラを、ソニーのカメラを持っていて G のバッテリーの場合はこの両方兼用できるという、そういうバッテリーチャージャーです、はい、でこれは別に買いました。でこれはまあ付属でついてるUSB ですね。でそして、あでこれが、これ風が強い時に音にねボーボー入っちゃうのを防ぐために、これはね標準でついてましたね。こういう感じ、結構かわいいです。モフモフです。はい、でこれはまだ外に私は出ていないので、これはほとんど使っていません。またそれとは別に、これゼンハイザー、なんかマイクでは有名みたいですけど、ゼンハイザーのマイクを買いました。でこれ結構かっこいいんですね。でこういう形になって、なんか全方位いけそうなスタイルではあるんですけど、この前面はこっちです。ここから拾うらしいです。だからこっちから一生懸命話しかけてもあんまりダメみたい、なんかちょっと紛らわしいけど、だからこっちからですね。でこれは、だからこういう感じになっているので、ここのところにどの向きでもこっち向きでもつけることができます。でまたこういう、これもついていました。これね、風よけね。これまた結構肌触りのいい感じです。ここにつけます。はい、で、これはカメラに取り付ける、このコードなんだけども、もう一個これもついていました。これはスマートフォン用ですね。スマートフォンの時にはこっちに付け替えろという、そういう感じですね。まあでも私は多分使わないかな。はい、で、これは別で100均で買いました。ボタン電池 CR2032、これは何に使うかというと、これなんですね。さっきのシューティンググリップで、まあ、予備がないと不安なので一応買っときました。俯瞰撮影用の大きい三脚にこれはついていて、この部分とカメラを固定するやつなんですけれども、この、ホルダーをかましたことでこれがねぴったりつかなくなってしまったんですね。なんかねガタガタしちゃうんです。でもうちょっとあれと思って失敗したかなと思ったんですけど、編み物する方はなんかどっかで見たことあるでしょ、なんか書いてある、ヒヤ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 です。付け替え輪針のこうコードを締める時のゴム、これをね穴を開けてここにかましてみました。そうするとこのゴムがいい働きをしてくれて、これをねここにつけます。でそうするとこうぴったりにはまるんですね。こうするとほらぴったり、ちょっと ゴムが変に出ちゃったけど、まあ少し見えないようにすると大丈夫で、ガタガタもしないから。
このヒヤヒヤのゴムが役立ってくれました。でこのゴムって意外と私3枚ぐらい持ってるんですよね。だからもう使わないゴムがあったのでちょうどいいじゃんと思ってこれをかましてみました。はい。でここまでセットしておくと、あとはもう普段はもうこれもつけた状態のまま OK だし、でこのホルダーをかましたことでこのバッテリーの替えもスムーズ、これもついてても全然平気。ほらちょっと斜めになる、あちょっと斜めになるね。これは取らなきゃダメか。まあいいや、ちょっと失敗。向きを変えればいいのか。あでもこうするとおかしいよね。まあいいや、後で考えましょう。まあとにかくこういう感じでカスタマイズしてみました。私は動画撮影ははっきり言って、上手ではないし、まあ結構長いこと撮影はしてきたけど、でも途中そのやってない時もありました。で最初の頃は本当に下手くそで、ライティングとかそういうのも全然なっていなくて、編集すらもすることができなくて、だからもう一発撮りのそのまんま流すっていう感じで初期の頃の動画は作っていました。だけれどもね、やはりそのままじゃいけないなということで、このように、まあいろいろ機材を変え、なるべくいいものを出したいなと思って、いろいろ考えながら変化していきましたけど、で、まあ、GoPro は GoPro でね、まあいいかなとは思ったんですが、あれはちょっとね、ここでの撮影ではちょっと向かないので、まあ息子行きということでね、うまく活用してくれればいいかなと思います。普段の動画撮影だったら、今このまさにこの iPhone で撮っているんだけれども、もう全然 iPhone でこと足りちゃうとは思うんですね。こと足りちゃう。だけれども、やっぱりちょっとこうなんていうんだろう、iPhone で撮るのは iPhone でいいんだけど、ライトとかっていうのはやはりこう強力であればあるほどすごく綺麗な画像に見えるので、なるべく光量のいっぱいあるものの方がいいんじゃないかなっていうのが私の感想です。1箇所だけだとどうしてもこの例えば今左側の方を少なく、一番光量少なくしてる状態なんですね。でも多分右と釣り合いは取れてるんじゃないかなとは思います。右の方が若干こう強いかな。で左側だけをどんどんこう明るくしていくと、ちょっとマックスに強くしちゃうとこういう感じになるんですね。そうすると左が強すぎるから右側にちょっと影ができちゃう。だからこの今ここにこう出ているこの影があんまり出ないような感じに左右調節すればちょうどいい感じにはなるんじゃないかなと思いますね。ただちょっといろいろ光っていうのも難しい、とってもちょっといろいろ勉強しながら私もいろいろ変えていきたいかなとは思っています。このカメラで撮った撮影した画像をこれをここの HDMIのところにこれを差し込んで、でこれをこのケーブルを、この HDMI キャプチャーカードっていうこれにつなげないと、これこういう形状になっているので、これにつなげないとパソコンのこの USB のところに入らないんですね。なのでこういうものをキャプチャーカードにかまして、でこう撮影画像を送ると、まあそういうものらしいです。私全然これのこと知らなかったんだけど、これもあると便利だと思います。はい、という感じで、今回
この撮影環境を変えてみましたというそういう動画です、参考にしていただけると嬉しいです。ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは次回お会いいたしましょう。さようなら。